ドロシー・ジョーダンドロシー・ジョーダンは、イギリス王ウィリアム四世が、即位する前のクラレンス皇であった頃の愛称。本名は、ドロセア・ジョーダンといい、ウォーター・フォード近郊で生まれた、アイルランド人の平民である。女優となり、ミセス・ジョーダンの芸名で有名になったが、ドロシーは、生涯独身で、結婚した事実はない。既婚女性が、舞台に立つのは珍しく、賞賛の的になったため、わざと、 そういう芸名をつけたのである。美しく起点が利き、知的なドロシーを、富裕層の男性たちが放っておかなかった。彼女は1780年代後半から、クラレンスコウ・ウィリアムと同棲を始めた。政治的に相性の立場を利用しようとはせず、ドロシー自身宮廷で何らかの役割をすることも、なかった。同性後も彼女は、女優として舞台に立ち続け、 時には、ウィリアムと並んで講習の面前に立った。ウィリアムとの間に、エリザベスら10人もの子供を産み、彼らには、フィッツ・クラレンスの性が与えられた。ウィリアムとの関係を続けながら、同時に、警察幹部、サー・リチャード・フォード、王立劇場のマネージャーであるリチャード・ダリーとも噂になっていた。1811年、ウィリアムは、ザクセンイコールマイ人間工女アーデル・ハイトと正式に、 結婚するにあたり、ドロシーとの関係を解消した。ドロシーは舞台に立たないという条件で、ウィリアムから年金を受け取った。しかし、1814年に、娘の夫が借金を返せず、ドロシーはその方がありのために、再び舞台に立った。ウィリアムは直ちに諸子たちを引き取り、ドロシーへの年金の支払いを中止した。1815年、ドロシーは、借金取りから逃れるために、 フランスに渡り、翌年パリ近郊のサンクルーで貧窮して亡くなった。その後、即位したウィリアムは1831年、ドロシーの像を建てるよう命じ、1834年に完成させた。その像は1837年にウィリアムとドロシーの子である初代マンスター伯爵の手に渡り、その後もマンスター伯爵の手元にあったが、 1975年にエリザベス2世に献上され、1980年5月にバッキンガム宮殿に飾られた。ありがとうございます。